お会いできて嬉しいです。やぶさめとは、馬で駆けながら弓で的を射る伝統的な修行です。古臭い修行だなどと申す者もおりますが、霊の道を絶やさぬため、なくしてはならないものだと思っています。貴殿もぜひ、共に精進しませんか。ご案内します。素晴らしい弓さばき、まさに人馬一体です。
せい。
Thank you.
邪魔する邪道だ。
してただで済むと思うなよ。久しいな。ちょうどいい。ちょっと協力してくれねえか。あんたの手を借りて。前に話したと思うが、俺は盗んだ金を皆に配っている。けど大勢を助けるにはまだまだ足りねえ。そこでだ。強欲な役人の屋敷に忍び込んで、溜め込んだ金をがっぽりいただこうって寸法さ。皆のため、一緒に屋敷から財宝を盗み出さねえか。かの義賊、ネズミ小僧の話は聞いたことがあるだろう。たった一人で江戸の民のために盗みを働いた男さ。ここのところ江戸もきな臭くなってきた。こんな時にこそ希望を分け与える義賊が必要なんだ。ありがてえ。
よし、それじゃあ闇夜に紛れてことをなすか。これだけじゃねえはずだ。別の部屋を探そうぜ。思った通りたんまりだぜ。どうせ汚ねえことをして稼いだ金なんだろ。よし、これだけあれば十分だ。さっさとずらかるぜ。私の屋敷に忍び込むとはいい度胸だ。お前らネズミ一匹逃がすでないぞ。気づかれていたか。一緒に切り抜けるぜ。とか切り抜けられたな。あんたがいなかったら危なかったぜ。それで奪った財宝だが、ありがとうよ。任せてくれ。あんたが協力してくれたって皆に伝えとくからな。さて、新手が来る前に退散するか。あんたが仲間になってくれてよかったぜ。俺はこれからも民のために盗みを続ける。もし敵として出くわしちまったら、その時はお手柔らかに頼むぜ。
あんまり稼いでそうだな。俺らにくれよ。助かったよ。これを受け取ってくれ。これを受け取ってくれ。